あ、あら、雨。ちょっと、雨が降ってきたわ。お洗濯物を取り込んでちょうだい。今面白いとこなのに。のび太くん行ってきなさい。今行くぞ。ドラえもん行きなよ。のび太くん行きなよ。ドラえもん行け。のび太くん行け。あ、グズグズしてるとほら、洗濯物が濡れてママに叱られちゃうぞ。しょうがないな。あれを使うか。カチンカチンライト。これや。この辺。よしと。これでゆっくりテレビが見られる。その通り。洗濯物入れなくていいの？いいな、いいな。でも。もうダメだよ。入れなきゃ濡れちゃうよ。あれ？どういうこと？雨の中でも洗濯物が濡れてない。面白かった。カチンカチンライトの光に当たると雨が固い粒になるんだ。ほら、よく見るとその粒が見えるよ。本当だ。すごい。やんだみたい。お洗濯物、雨に濡れなかった？全然。よく乾いてるよ。ありがとう、助かるわ。便利だね。これを使うと、どんなものでもカチンカチンになるの？いや、水とか煙とか形のないものを5分間だけ固めるんだ。もっと試してみたいな。何かないかな。あ、ちょうどいい。あれで試してみよう。なんじゃ。面白い。さ、もういいだな。しまうから返して。待って待って、もっと遊びたいな。あ、そうだ、どこでもドア貸して。え、なんで。静香ちゃんに見せてくる。びっくりするよ。静香ちゃん、あれ、今日はお風呂に入ってない。珍しいな。でもせっかく来たんだから。本当にカチンカチンだ。よし、もっといろいろなものを固めて遊ぼう。まだやるの？まあ、ただいま。はあ、暑かった。汗かいちゃった。冷たくないし。ないな。水も煙も何もないじゃないか。僕に言われても困る。あ、なんだろう。さあ、お立ち会い。ご用とお急ぎでない方は見てってよ。あ、いけねえ、飲んじゃった。では改めて。何が始まるのかな。全部固まるやん。他に何か固めるもんないかな。形のないものって意外とないもんだね。とうとう裏山まで来ちゃった。あ、煙、まさか山火事じゃ。行ってみよう。いい匂い。パパに買ってもらったアメリカ製の超高級バーベキューセット。これで焼いたステーキは本場アメリカンの味だよ。でもこれちょっと煙が出すぎじゃないか。実は僕もそんな気がするんだけど。あ、ジャイアントスネ夫だ。二人だけでバーベキューしてたんだ。
なんで誘ってくれないんだ。よーし。なにこれ、煙が固まった。気になるんだ、スネ夫たちのバーベキュー。大丈夫かな。大丈夫って何が。戻ってみよう。万が一山火事になっていたら大変だ。長居しちゃった。そろそろ上がろうかな。気をつけなきゃね。そうだね。でもカチンカチンライトのおかげで助かったよ。
やっぱりしずかちゃんにも見せてあげよう。びっくりするよ。うん。え？カチンカチンライト？そう、すごいんだよ。水や煙がカチンカチンになってね。え？それじゃあやっぱりのび太さんとドラちゃんの仕業ね。え？あ、なんで